ました。ありがとうございました。稽古場までつなぎ着てませんでした。はい、やっぱり、アートを描くときはちょっと作業着っぽい服で、はい、今まで頑張ってきたスプレーアートを皆様に見せるときは自分も綺麗なドレスを着たくて、で実はこのドレスは母が心を込めて作ってくれたドレスなので衣装宝物です。素晴らしいですね。この頑張ったスプレーアートとかで頑張ったところってありますか？そうですね、なんかどうしたら、こう例えば今日蓋を外して惑星を作ったんですけど、どうしたらこの惑星を作った時に皆様がすごいって思ってもらえるかなっていうのを工夫しました。なるほど、サービス精神も旺盛ですね。ありがとうございます。とても美しくて本当にとてもいいものを見せていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。